どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンという漫画を描いております。今日はね、アントレースのニュースがあると聞いて、神谷雄介のモデルになった小野さんの事務所に来てます。はい、なのに一人というカメラの向こう側にアントレースのメンバーが隠れてるんですけど、キムさん、はいはいはい、アントレースのなんつったらいいの、ブレーン海外進出担当みたいな感じですかね、はい、木村さんです。木村です、はい、よろしくお願いします、はい、すごいめっちゃいいニュースがあるって聞いて、はい、今日は来たんですけど、そうなんです。なんとですね、4月の6日から始まる中国の上海、いや上海ファッションウィークっていう、もう今でいうもうアジア最大級のファッションイベントが、1週間行われるんですけれども、そこになんとアントレースが、出展いたします。やばい、ありがとうございます。やばいっすね。はい、そうなんですよ。結構すごいって聞いたんですけど、はい、そうですね、なかなか今、上海はなかなかいろんなブランドさんが進出したくてもできないっていう状況の中で、アントレースの方は特別にOK をいただきまして、やばい、はい、持ってますよ、そうですね、持ってますよ、はい、中国全土からだいたい5万人ぐらいのファッション業界関係者含めていらっしゃる場で、アントレース中国初お披露目というところで、やばいな、はい、中国の方がアントレースを買ってくださる機会ということですよね。そういうことです。で、バイヤーさんの人とかが見るから、はい、なんかどっかに、お店に置いてもらったりとかも。そうです。うわー、はい、これはもうじゃあね、コロナ落ち着いたらもう上海行かないと、絶対行った方がいいですね。行かないとですね、もう来てる人を見つけないと。じゃあそれで、はい、中国の有名セレクトショップにアントレースが展開される、うん、やばいかもしれない、かもしれない日本のブランドで有名なところだとどんなところが知ってるんですか。いや、日本のブランドだと、それこそ、幼児山本とか、はい、結構そういうモード系のブランドが多いのと、うん、あと、ファッションウィークでいう日本のブランドじゃないんですけど、今回はディオール、クリスチャン・ディオールがファッションショーやったりとか、そういった意味で結構海外の、メゾン系ブランド中心に、みんな結構中国のファッションウィークを盛り上げるという図式でございます。やばいですね、その中でアントレースが嬉しい、はい、これ交互期待ということで、なんとアントレースが海外進出、日本でもね、もっと売っていきたいって言いつつも、ちょっと欲しくても買えないっていうね、人が結構いらっしゃるんで、全然買えねえよって結構ツイッターで怒られたりするんですけど、それは僕の資金力がないっていう同時にそんなに作れないっていうのが結構でかいんで、中国でこう受け入れられて、もう少し規模を大きくできたらなって前から思ってるんで、日本でももっとたくさんの人に来てほしいので、頑張ります今月新たにアントレースで販売する新商品のラインナップがこっちの部屋に全部揃ってるので、それを解説してもらおうと思って、もうこれなんか みんな今日アントレースのメンバー全員ほとんど全員揃ってるんですけど、誰もカメラに映りたがらないっていう、こちらが今回売るやつです。どっか行こうかな。じゃあリュックからいきますか。リュック、ナップザックバックパックみたいな、ナップバックバックパックです。僕の語彙力だとかっけーしか言わないんで、ちょっと大きめにわざとして、うん、で容量的には25リッターってなってるけど、もうちょっと入れても大丈夫なのかな、相当入りそうですね。そう、バスケとかだったらボール入れてバッシュ入れて、おお、いけるようにしてる。いいっすね。かつそれに PC も入るように、この PC のあれがあるんですね、スリーブがついてるんですよね。ついてるよ。あ、ここっすね、これだ。ここにスリーブがついてる。ここに PC をバフォーン入れて、すげえ入るじゃん、これ。俺入れんじゃないですか、これ。で、このスリーブ部分が、こっちの。スリーブの仕切りが袋になってて、そこもポケットついてる。はい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 。いいっすね、このガサッとも入るし、この割と小分けもできるからすげえ使いやすい。僕も30過ぎてリュック欲しいなと思うんですけど、結構大人が添えるリュックってなかなかないんですよね。ない。でしかもちょっとこの紐とか可愛いし、ちゃんと特徴あるっていう。そう、単色使いじゃなくて差し色入れてってるって感じだね、すげえ丈夫そう。丈夫、
スリーレイヤー防水。あ、この生地ですね。スリーレイヤーあれですね、このベルト、このここが取れるんで、ここが取れるんで、靴につけるとワンショルダーで、そう、こういうふうにメッセンジャーバッグを取ることもできるよっていう。ニーツで、これが黒で、ネイビーもある。そう。ネイビーもいいっすね、これ。ネイビーとブラックの紐が上下平行になってるけど。はい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 。そうですね。で、そこの大きいポケットも、すごい容量あるから。お、ほんとだ。すげえ入る。この、あれですね。そこも結構ある。街作ってるから、結構入る、うん。すごい。めっちゃ理想のナップサックですね。かっちょいい。裏も。裏は T シャツとかで使ってた。はいはいはい、はい。かっちょいい。次がスモックっすね。これ。はい。ざっくり着れるようにしたかったから、ボックスシルエットにして、またワンサイズの展開。で、ちょっとボックスシルエットにして、肩のライン。肩が、ちょっと落ちるような感じにして、で、綺麗に見えるようにしてて、まあ、打ち合わせとか行った時にも着れるようにしてるっていうのはあるんだけど、一番の特徴は、生地だね。すごい張りがあるんだけど、すげえ伸縮性があるっていう、まあ、某メゾンブランドも使ってる生地らしい。タバコ入りやすいように。あ、本当だ、両方についてるんだよ、ポケット。タバコポケットある。タバコポケット、いや普通にポケットだけどね。まあまあ、そうです。マジでこういうポケットってよく落ちるから。はい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 、はい、ちょうど。あ、いいっすね。アイコスが落ちない高さ。あ、いいっすね。タクシーで何回タバコ置いてっちゃったの。あ、そう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 、落ちないように、色構成とかいじるときに赤ペン染めしまっといて。なるほど。そうそうそう、本当にクリエイターでもってこいっすね。そう、デザインしてる時とかにやっぱね、ストレスあると嫌になっちゃうから。うん。あと下にスピンドルついてるから、シルエット絞ることできるから。はいはいはい。ちょっとね、シルエット後で着てみます、ね。じゃあ。で、長袖もあると。そう。で、すごい綺麗なシャリ感が、シャカシャカっていうよりもシャリシャリ感かな。あって、すごい、綺麗。あ、そうだ。裏に、そう、刺繍入れてんだ。半袖も。そうですね。ここいいな。で、リブとかも、結構柔らかくて、なんだけど、きつすぎないって、なんつうの、リブってさ、きつすぎたりすると、ムカつくじゃん。ストレスかかりますよね。そうそうそう。で、俺らさ、なんか、作業するときとかにさ、こう、まくったりはしてるじゃん。はいはいはい、はい。そのときにも止まってくれるっていうやつで、その素材のやつ選んでるのと、首元も、T シャツのリブが、ちょっと見えて綺麗になって重なっていけるようにしてるっていうので、でリブの太さもT シャツのリブよりちょっとだけ細くしてるのが、はい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 。で、セットアップなんですね。そう、セットアップで大きい。そう、このパンツも同じ生地でシャリシャリなんだけど、シャツ着たりとか、まあ、ジャケット羽織ったりとかしなきゃいけないプレゼンの時とかあったり、まあ、あとは日曜日に子供と遊ぶとか、はい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 、あとは降りるとかだったら、ちょっとバスケ行って、そのな、着替える前にちょっとシューティングしたかったら、もう、まあ、全部同じパンツで生きてえなって。で、よくそのバスケブランドとかスポーツブランドとかのパンツとかもあるんだけど、俺がいつも履いてたパンツってテアトラっていうパンツなんだけど、ああ、めっちゃいいやつですよね。そうそうそう、履いてたんだけど、それをもうちょっと、なんだろう、自分仕様にしたいっていうのがあって、で、動きやすいように、で、車も乗るからさ、はいはいはい、乗り降りするときにさ、生地が張るのがとにかく嫌だ。ああ、わかる。そう、それがもうイラつきまくってて。でも、いいな。そんなん言っても、テアトラのパンツだけでもう10年ぐらい履き続けてるから、それ以外のパンツほぼ履いてないから。で、それを、まあ、テアトラのいいとこなんだろうっていうのを考えたりとかしながら、でも自分に合うのってなんだろうっていうのを考えたりして、俺が欲しいのはこういうのだっていうので、やって、そのオンでもオフでも履ける綺麗なパンツっていうのをしたかったんだよね。で、それで、まあ、もちろんそのシャリシャリの生地感もだけど、タック入れてんのよ。え、あ、そうなの。タックってそこの上
あんたの今の。あ、ここだ、ここ。そうだ、そうだ。これだ。これがタックだ。そう、それが入ることによって、うん、あの、ドレープ、プリツっていうのかな、うん。シワが綺麗に。はい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 。で、ちょっと太めにわざとしてるんだけど、細い人履いてもそのシワが綺麗に入るようにしてる。で、ウエストゴムで紐だから、結構、いろんな人に履いていけるかなっていう。これもワンサイズですよね。ワンサイズ。はい。なんだけど、サイズ感に対して縦の長さを8分だけにしてるの。ソックス見えてスニーカーに合うようにしてると、はい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 、下がスピンドルあるから、絞って履けるようにしてる、うん。なるほど。オンの時にも合いそうですね。そうですね、うん。あと刺繍こっちも入って、カーキには黒で。カーキには黒。カーキもいいな、これ。ネイビー超かっこいいんですけど、ちょっとこれだけ発売がね、遅れるんですけど、小野さんの身の回りのクリエイターの人の予約だけで完売してしまったどんだけこの小野さんに売らせるっていうねいや、みんなあのサンプル入ってたら本当欲しいって言って、いやすごいっすよね、やっぱこれ確かにこれあのちょっと後で履いてみますけど、あのそれどこのって気になる感じってことですもんね。そう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 。これは何ですか？サコッシュです。サコッシュ、これあれですね、結構いろんなブランド出してますよね最近。そう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 。で、これ実はあれよ、ちょっと前にコラボで出したあれですね、マロアンドシーの、はいはいはい、ウィンダーシーとマロのトリプルコラボの時のサコッシュと、あの同じ型シーなんだけど、これはナップザックと同じ生地使って、3レイヤー、はい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 、はい、これと同じ生地だ、うん、で防水ですね。そう、まあ上開いてるから、まあ上閉めないと気をつけてね、うん、で長財布縦に入れてもあの隠れる、閉めれるっていうやつなんで、まあ、ちょっと子供と公園行くママとかもいいかもしれないね、はいはいはい、これすげえ使いやすそう、財布とかね、こういうのが一番使ったりしますもんね。そうなんだよ、うん、マスクも入るよ。そうだねめっちゃいい履き心地が、このタックがやっぱ綺麗、かっこいいよね。うん、まあ、僕があの176なんで、170ぐらいのやつが履いてもちょうどよかったね、うん、でも確かにこれなら別にあのあんまり身長関係なく着れそう。うん、かっこいい。で何よりあの履き心地がマジでやばいっすね。これちょっと履いてないとわかんないと思うけど、超軽いし、あの柔らかいんですよ、なんか触り心地が。肌触りがいいやつ。うん。確かにこれあの普通に履いててなんかすごいし、あのちゃんとしてる感もあるし、これで寝落ちもできる。ああとね、一応耐静電気。でしかもね、ストレッチがやばいから屈伸しに屈伸、膝の曲げ、あと足上げてもそう、うん、いや本当になんかついてくるよね、引っかかりがない。そう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 めっちゃいい。何も考えず長袖着てきちゃったんですけど、みたいなレイヤードスタイル、うん、なんかあれだね、デザイナーっぽいね。お、いやマジで出た。てかあれだ、ほんと AD とかも着てそうだね。あ、 AD 着てそうね。AD が作った服だからね、うん、AD が作ったからね。あ、めっちゃいいっすね、このレイヤードでもいいわ。でさっき言ってたように確かにこう計算されてますよね、そうなんだよっていうのが、うん、これ今ちょうど聞いた情報なんですけど、これをこうやってから緩めるのが2らしい。ギャッてキムさんの方絞って、ギュッて絞って、かけちゃって、一回くぐらせると。そうそうそう。あ、似合う。ワンサイズ、いいっすね。かっこいい。まあ、絞ってもいいし、うん、結構俺は、結構上はストンってやりたいかな。うん。うん。っていう感じ。似合うで。はい。合いますね。うん、似合う。似合う。うん。ハッピーも似合ってるよ。わざ。いいな。こっちが黒で、こっちがネイビー。ネイビー。ちょっと、覚えづらいけど。リュック背負ってみなよ、二人で。
これでバスケ行きたいですね。そのまんま行ってもこのままバスケできるじゃないですか。シューティング出るよ。バスともね相性いいですしね、うんうん、そう、スニーカー、あとねローファーとかも合うよ。へえー、ローファー合うんだ、うん、セットアップもいいけど別々に使って、そうそうそう、デニムとかも相性いいと思う。デニム、そう俺も思った、デニムもいい。全部もらえます。振り込んでいてください。そこもしっかり ね、 そうだね、お金のことなんでね。4月10日にネイビーのネイビーのパンツ以外は、これ以外、4月10日、土曜、この前発売して大人気だったビーニーですね。ビーニー全5色、はい、あのこの前のとはデザインも素材も違うんですけど、ね、ネイビー、ブラック、グレー、ビビットオレンジ。ちょっとかぶってみますか。こんな感じです。かわいい。いいっすね、ビーニー。いや、こういうの何個も買っちゃうよね。これも、一緒に合わせて発売になるんで、僕はね、じゃあ、これも全色。全色繰り込みますんで。お願いします。これも女の子とかこういうのも可愛いですよね。最後にね、この次今度出るやつなんですけど、まだ作ってる途中なんですけど、あのフーディーをまた作ってます。はい、新たなボディでフーディーを制作中でございます。しかもデザインがすげえたくさんあるんですけど、まずこれパロディ系ね、パロディシリーズ、パロディロゴ、はい、これはまあ某 PC っていうかあれだね、CPU、あの入ってるやつですね。そうそうそう、入ってるやつ。アントレース入ってる。アントレース入ってる。わかるかな？見覚えあるかな？某有名スナック。はい。ね、ネットフリックスを見るときに食べるやつ。そうそう。カウチカルトの時の。あ、そうそうそう。チャンピオンズリーグ。はい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 。オフィシャルスポンサーだった。うん。まあアルコール系。某エアラインのロゴ。はい。でもアントレースって入るとなんかバスケットボールにも見えて可愛いですね。本当ね、うん、じゃあそんな感じで、アントレースこれからも上海進出もしたし、まあ、日本でももっと頑張って売りしていくので、ぜひ4月10日土曜12時から発売になりますのでチェックしてみてください。はい、じゃあ、ありがとうございます。チャンネル登録グッド。恥ずかしいな、このもう全員に囲まれて全員に囲まれて言うのは恥ずかしいけど、チャンネル登録、グッドボタンを、何卒よろしくお願いします。はい。じゃあこれからもアントレース、左利きのレーン、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい